あ、そうっしょ。え、は、あなたはパワーマが、え、は、パワーマが佇んでる。ゲームの最初からパワーマから通し、俺は元軍人だからこれは使えるでしょうね。え、嘘、すごい急展開だ。本当ですよね。何かのオーディオローグがある。すごい。ラジオから、いや違う、データ違う、インベントリーか、ここか。トリオシ、今すごいの。United States Army Staff Sergeant Michael Daley。 軍人がこのバージバードをここに着陸じゃなくて、なんだっけ、墜落か、墜落か、うん、墜落してて、 EMP following nuclear detonation。 なるほど、核爆発による EMP ですのせいで。 This was a global event。Co-pilot was killed by impact。 私が集めた情報によると、これは世界中のイベントだそうです。うん、世界が丸ごと入手されました。なるほど、ここでフュージョンコアを使うんですね。あの時も、うん、しかし、そうか、クエストは忘れていたけど、いいな、このアニメーション。すごい。忘れていたけど、あ、すごい、この UIS もすごい。うん、そうですね。忘れていたけど、まずは、手伝ってあげた人に、まあ、少なくとも挨拶しないといけないな。もう鎮静化されたんでしょうかね。なんかお銃声しなくなったし。そうだ。そしてクエストマークはあの中だ。いい鍵がないから。パワーアームでもこれは届くから。届いたらすごいな。はい、やっぱりファーストパスでやろう。ダメか。というかそもそもは走っていなかった気がするが。あれ、ハルさん、この UI の見方ってどう見るんですかね。ヒットポイントが、ヒットポイントが、ヒットポイントはか、あ、要するにこれ見方が変わっただけか。一番左にありますね。見方が変わっただけで、あ、なんだ、あれは変わんないんだ。その赤くなっているところはおそらくこのパワーアーマーの、状態ですね。ダメージが。どうもこんにちは、パワーアーマー来ましたが。この人がコモンウェルスのミネテメンのプレステン・ガービーさんです。プレステン・ガービーさん、うん、どういう人ですか。つまり、まあミネテメンについて話そうか。ミネテメン、ミネテメン、今度は過去に飛んでしまったのか。ミネテメンとは民兵のことです。特に独立戦争の時の民兵、民兵、あ、なるほど、一般市民が作った兵士、うん、というか当時はイギリスにこうオーガナイズ、イギリスがオーガナイズしたミリシャのことです。いずれは独立戦争に参加したけど、今レクシントンにグールに遭遇して出てここまで来たけど、レーダーに会ってしまった。なるほど、グールから逃げて。ちなみにグールとは、You really aren't from around here, are you? Ghouls are、まあ、グールのことは私はもうフォロースインのシリーズで説明してるから、そもそもから。じゃあ、I had a whole fancy plan about fixing up a suit of power armor。 そうか、ここから脱出するのはパワーアームを使うって考えでしたが、で、こう、君がメタル、パワーアームを切ってここに来た。で、そのバーティブルのミニガンを使ってレーダーたちを片付けようという作戦になっている。じゃあやろうか。やりましょう。もうちょっと会話飛ばしまくりですね、ハグさん。読みたかったのに、読みたかったのに。パセプションのバブルヘッドがありました。ん？なんか自動的に話しかけたようです。
Dog meat? So, he's your dog? He ain't my dog. No, sir. Dog meat, he's what you call his own man. その犬について話してる。He can't own a free spirit like that. But he chooses his friends and sticks with them.He'll stay by you now. このおばさんはエスパーか何かかな。ちょっとなんで言ってるかよく分かんなかったんですけど、なんて言って、なんの話してるんですか。なんか犬のことを予言したって。え、犬？うん。何の予言を？その犬が俺のコンパニオンになるという予言。へえ。で、それを見たって。You saw it? It's the Cam's kid. They give old Mama Murphy the sight.Been that way for as long as I can remember. やっぱりエスパだ。それはすごいですね。I can see a bit of what これからやってくるものを少しだけ見えて。And even what is right now. これからのことと過去をある程度が見えるそうです。なるほど。今は何かカオスがやってくると。Drawn by the noise and chaos. カオスやってきてますよ、すでに。そうですね。とっくに。そしてその何かは起こっている。はいはいはい。じゃあそれは何だ。What is it? Mama Murphy, I need more, please. I'm sorry, kid. I just don't know. 説得チェックに失敗したのか。俺のカリスマはまだ足りないのか。It ain't a radar. しかしレーダーじゃない。なるほど、わかりました。じゃあグールじゃないの？みんなを助けてくるよ。グールじゃないの？この流れ。グールか。だってグールから逃げてきたんでしょ？まあ確かにそうですね。で人間じゃないと、じゃあレーダーじゃないとしたら、うん、なんかそんな気がしますね。それもまた面白いね。じゃあこのミニガンを取ってよしよ。Up here, Boss. We got somebody up here. Why don't you get down here? 誰かが。強いよ。ちなみにこのパワーなんですが、はい。着陸ダメージを受けない。受けない。強い。よし、援護してくれるのね。ありがとう、プレストン。援護っていうか、カバーファイア。硬いな、このミニガンは実は弱いんか。一発一発は弱い。いやでも普通こんなの受けたら弾け飛びますけどな。そうだな。でもなんかすごい圧倒的な力を感じます。なんか見えたな。あれこれもしかして私なんか見たことあるかも。君はまだ見たことないよ。生態はな。生態デスクローだ。デスクロー。でやー、こんなでかいの？ああ。わあ。ここまで撃つ。届くというか。いや、レイダー撃っててるじゃん。ああ。やばい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 。なんだこれ。ちっちゃいゴジラみたいなのがいる。やば。ちょっと来ないで。本当来ないでごめん。あのレイダー、早く殺してくれないか、デスクロー君。こっちじゃなくて、こっちじゃなくてさ、ね。うわうわうわあ、これ弾が切れないのかな。大丈夫ですか。まあ、バーチバーンのミニガンですからね。死にそうだ。よし、ここでリーダーを。リーダーをうっかり殺しとく。弾薬が。ここ弾薬がなくなってしまった。ここで。あ、倒した。やった。倒した。ああ。パワーも効いてるからまだ大丈夫だけど、ミニガンでやっつけたかったな。なんか。終わったって。とりあえず回復して。
パワームの状態が少しずつ弱くなってるようだ。あらあら。ああ、なるほど。足が、足と腕のところがなくなってるね。なるほど。で、今、右足も危ないと。あ、ほら、不死身でしょ、ドグミートは。ちょっと、すごい。デスクローより強い。じゃあ、このパワーアームですが、あの、今気づいたけど、この右のところにコアって書いてあるでしょ。はいはい。これは燃料でしょ。なるほど。ということは、このパワーアームを早めに出た方が有利でしょ。なんか、ここで残そうかな。なんか、絵になりますから。なるほど。どうやって出る？わからん。パワームの中で閉じ込められた。いや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 。ああ、ここはコントロールを確認した方がいいでしょ。ないじゃんか。え、脱げないとか。そんなまさか。助けて、ドグミート、こっからどうやって出るんだ。わあ。罠かよ。いやいや、罠じゃなくて俺がぶっ飛ばしたんだ、この、これはね。あ、なるほど。パワーアーマーは重いから。なるほど。しかし、どうやって。仕方がない。このままアイテム回収をやって、みんなのとこに帰ろうか。そうですね。あ、そうか。自分からあの、フュージョンコール、あの、出せないかな。フュージョンコア。取れない。じゃあ、ドグミート。まさかと思うけど、はい、お前、トレイできるのかよ。犬と、どうやって物を持ってるんだ。よし、そっか、やったぜ、ドグミートにフュージョンコアを渡せた。ということは、ということは何も起こっていない。いや、ちょっと意味わかんない。お、何楽しそうにしてんだ。一回に折れてきた。こっちはデスクローと戦ってるんだぞ。そうだな。 Excuse me. That was a pretty amazing display. すごかったな。 I'm just glad you're on our side. あなたが味方でよかったよ。うん、まあそうですね。だろう、だろう。じゃあみんな大丈夫か。 Guys, it's gonna be okay now.Yeah, for a while anyway. とりあえずはね、we can at least move some... もっと安全な場所に行きたい。Listen, when we first met, you asked about the Minutemen. One thing you should know about us, 最初に会った時は Minutemen について聞いたが、so here, for everything you've done, thank you. まあ、Minutemen としてこれを渡すか。そんな感じ。はい、まあ、どういたしまして。Anytime. Well, since you say that,Maybe you'll come to sanctuary with us. Sanctuary に行くのか。俺の、my home に。All right, Garvey. I'm in. Yeah, my town, my hometown. That's wonderful. But there's more to your destiny. 素晴らしいですね。だけど、お前の運命ではもっと。苦痛。はいはい、君はエスパーだから何だって知ってるよ。はいはい、わかった。じゃあ、まあ、運命について聞こうかな。運命ってどういうことだ。時代離れの人、希望がない人、だけど、まだできることはある。息子はまだ生きている。息子！息子は何歳なんだろう。ショーンはどこにいるか分かるのか。Where is Sean?Oh, I wish I knew, kid. I really do. だけど分からん、分かった。Even I don't need the sight to... はいはい。Great green jewel. ああ、でも、探すにはまずダイヤモンドシティに行くといいでしょ。ダイヤモンドシティ？また、そういう街がある。ここら辺で一番大きい街のようです。ボストン。じゃあ、ダイヤモンドシティだ。Look, kid. I'm tired. 私はもう疲れたい。わかった。おばあちゃんが出し惜しみするよ。そしてアーマーが脱げないよ。このフュージョンコアがケルで出るという表示が現れるまで待たないといけなさそうだ。そんなバカな。じゃあサンクチュアリに行く。はい。
一人だけでっかい人がいる。イケメンが台無し、その2。いや、ちょっとイケメン台無し、ちょっとイケメンが台無しですよ、ハグさん。生存者たちとパワーアーマーの中にハマってしまった男がサンチュアリーヒルズに行く。それは実戒にするか、またはただただカットするか、どうなるでしょうね。とにかく今回はここで終了でしょう。はい、では皆さん、また次回で。あ、なるほど、こうやって歩くのか。また次回でお会いしましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。脱げない。ハロー、素晴らしきオーデンスよ。息の長押しに気づけずパワーアームに閉じ込められた主人公ですが、出られるのは時間の問題。しかしその次に彼はサンクシュアリの集落管理にハマってしまいそうではありませんか。次回帰宅でもやっぱりサンクシュアリから出発だ。でまた会おう。